世界遺産に登録された紀伊山地の霊場と参詣道、高野山、そして熊野三山への旅は癒しの聖地への旅です。高野山への表参道町石道は、高野山の開祖空海が外場を建て道しるべとした道。人々は一町ごとに礼拝を重ねながら山上を目指しました。霊峰高野山、空海はこの地に一大宗教都市を築き、そこに曼荼羅の世界を再現したのです。今でも117の寺院が立ち並び、神秘の雰囲気に包まれています。心静かに佇んでみると、古の香りと千年の祈りに出会えます。樹齢数百年の杉の大木と苔むした墓石群が並ぶ奥の院参道、空海が即身成仏を果たし今も生き続けているという太子信仰から、人々の信仰心の厚さが感じられます。よみがえりの聖地熊野、中世日本各地から多くの人々が極楽浄土を求め熊野への旅を重ねました。熊野三山へ続く信仰の道、熊野古道。熊野を目指した人々の思いが伝わってくるかのようです。熊野古道の案内人、語り部。熊野にまつわる歴史や伝説などを分かりやすく解説してくれます。幾重にも連なる熊野の山々。熊野三山の一つ、熊野本宮大社。重厚で威厳に満ちた本殿には人々の祈りが込められているかのようです。川の熊野古道、熊野川川船下り。深いコバルトブルーの川元、そそり立つ熊野の山々が新鮮な表情で旅人を迎えてくれます。朱塗りの社殿がまばゆい熊野早玉大社、1200点もの国宝を所蔵しています。中世の面影を色濃く残す大門坂は那智山への表参道です。西国観音巡礼一番の札所、那智山西岸渡寺。熊野那智大社、背後には那智原生林がうっそうと茂ります。日本一の落差と
神々しさを誇る那智の滝。大自然のこの圧倒的な景色は古くから信仰の対象だったのです。豪快な炎の祭典、那智の火祭り。炎がすべてを清めるのです。神倉神社の御塔祭り。松明を持って急な石段を一気に駆け下りる勇壮な炎の祭りです。高野熊野を訪ねる世界遺産の旅、それは悠久の歴史と人々の祈りに出会う旅です。心と体を癒し蘇らせる旅に、あなたも出かけてみませんか。